すり、上原の戦い。すり、上原の戦い。すり上げ原の戦いは、戦国時代の1589年7月17日、天正17年旧暦6月5日に、万代三須園のすり、上原、福島県万代町、稲わ城町で行われたでは米沢の伊達政宗軍と、合津足名義博軍との合戦。この合戦で、伊達政宗は大し、 南欧州の覇権を確立した。天正12年、1584年に、伊達家の家督を継いだ正宗は、積極的な勢力拡大策を取ったが、このために複雑な血縁関係で結ばれている、欧州や北関東の諸大名、足名家や佐竹家を敵に回すことになった。天正13年、1585年には、畠山義継のために政宗の父、 輝き衆が押し。これにより輝き衆の存在のために確立していた、伊達家周辺の諸大名との外交関係は大幅に、大した。おまけに政宗は家督を継いで一年と、さしたる実績も、権力基盤もなく、孤立無縁に近い状態になった。輝き衆の死境後期と見た、佐竹義重ら、半立勢力は、岩木恒鷹、石川秋光、二階堂や、 足の家と連合し、正宗を攻めた、一取り橋の戦い。正宗は、連合軍の圧倒的兵力の前に押されたが、佐竹軍内で吉重の叔父、佐竹義政、小野崎義政が、裏切りで殺され、日立に、里見家が侵攻しようとしたため、連合軍は解散して撤退した。その後、政宗は、天正16年、1588年の、氷山合戦でも、 佐竹や、足名家を中心とした、連合軍と戦い、これも引き分けに終わっている。半ン勢力の主力を成す足名家は、当時、深刻な内向を抱えていた。天正三年、1575年に、足名森沖が死去し、死死がなかったため二階堂家から人質としてあった、森高が家督を継いだ。天正八年、1580年には隠居の森氏が死去し、 森高も、天正十二年、千五百八十四年十月六日に、側近の大場三左衛門に暗殺された。このため足名家は、森高の生後一ヶ月の維持である亀大丸が継ぐ、ことになるが、その亀大丸も、天正十四年、千五百八十六年十一月二十一日に三歳で、溶接してしまった。こうなると竹から養子を迎えるしかなく、候補に挙げられたのが、 伊達政宗の同母弟、小次郎と佐竹義重の次男、義弘であった。小次郎と義弘は、政宗の祖,祖父、伊達種宗の血を受け継いでおり、その種宗は、森氏の叔母を正室にしていた。つまり、祖母を介して両者は、足名家の血統を受け継いでいたのである。血統も年齢も互角である両者の対立は、そのまま足名家の家臣団の分裂にもつながった。小次郎には、 足名はじめ文州の稲わしろ姓国、足名ナ苦郎の四天の大半、戸様の国人領主などが味方し、義弘には、足名はじめ文州で失勢である、金上森春が味方していた。森春は、失勢として、外交も担当しており、当時中央で政権を確立していた、豊臣秀吉とヨシを通じており、その秀吉との関係を背景にして、小次郎の派閥を切り崩し、義弘を、 足名家の新党首とした、なお、伊達小次郎に関しては、芦名森高が殺害された時も、正宗の父、伊達アキラが、足名家の党首に擁立しようと図り、佐竹義重によって阻止されて亀尾丸が、擁立されたとする、小林清治の研究がある。その結果、義弘が、足名家にいる、死すると同時に、佐竹家から転身してきたオーナーヨシらにより、 小次郎派に対する粛清が開始される。四天の宿老下では、佐世家を除く三家が、中枢から排除されて失脚する。また、小次郎を支持した国人層は遠ざけられて、佐竹家から転身した家臣で、中枢は占められ、これは足名家の内向を、さらに激化させることになった。伊達政宗が、足名家の居城、黒川城を攻めるには、稲葉白子の北にある。 稲わし城,城を何としても落とさないといけない。当時の稲わし城,城主は稲わしろ森継で天正13年1585年に父の稲わしろ国から家督を譲られて城主になった人物である。しかし政国は隠居ながらなおも隠然たる影響力を持っており、先の軽視争いでも小次郎派に組みしていた。ところが軽視争いで敗れ、また、 森種とも不仲になり、隠居次第に後悔するようになっていく。また聖国は、五妻が生んだ森種の遺母帝、亀丸を出来合愛し、森種を拝着して亀丸に家督を譲りたいと思うようになった。そのため、天正十六年1588年5月10日、森種が黒川城に出資している間に、聖国は稲橋路城を乗っ取ってしまった。 家臣の大半は、聖国に従い、あくまで、森種を支持する家臣は切られ、激怒した森種は、聖国を攻めるが、稲橋路上は奪還できず、金上森春が仲介に入って、ひとまず不死は和睦した。正宗はこの聖国の御祭に近づいた。そして御祭を通じて、聖国に内容を呼びかけ、聖国が遂に応じたのである。天正十七年。 1589年4月22日、正宗は米沢城を出発して、翌日に大森城に入る。ただし、この時の出兵は当初は、郡山合戦以降田村氏の所領をめぐって、対立を続けていた岩木常かが4月15日に田村軍にこうしたことに対応するものであった。ところが、十四日になって、足名市に仕えていた、片平城の片平勝綱。 大内貞綱の弟が内通すると、正宗は足な攻めの後期と捉えるようになる。さらに、日本松城に入城して、伊達領のほとんどから兵を駆け集め、二万の大軍を編成した。五月三日、正宗は南下して、本宮城に入城。五月四日、片倉景綱を先方に、大内貞綱、片平近綱、伊達城実ら伊達軍は、 稲わしろ湖から東に四里の地にある安子登城に迫り、上主の阿古賀島地部はすぐに開城した。5月5日、伊達軍は安子登城から西に一里の地にある高玉城を攻める。上主の高玉津狙いは、伊達軍相手に果敢に応戦するも、圧倒的兵力の前に落城し、城より小妻や娘婿の荒井新兵夫妻以下六十、余命の城兵はことごとくなで切りとされた。 そのまま、伊達軍は、越後街道を西に向かって、稲わしろ、黒川に迫るのが普通だが、ここで正宗は進路を変えて急に北上したのである。そして5月18日には、幾軍の金山城に入城した。ここは半立て勢力の一つである、相馬領と接する城である。この時、相馬義種は、岩木常隆の要請を受けて、田村軍に兵を進めていたが、いきなり、 だって軍主力が思いもよらない場所に現れ、しかも5月19日には、相馬領の駒ヶ峰城を落としてしまったのである。しかも5月20日には、身の首城も落城し、城代の伊豆高井は真っ逆胸に降り、杉の目三河や木崎ゆこらは討ち死にした。このため、相馬義種は田村軍進行を諦めて引き返すが、その時政衆はすでに戦後処理を、 渡り重宗に任せて、相馬寮から撤退していい。正宗の目的はあくまで、相馬家の参戦阻止が目的であり、それは果たせたのである。正宗は主力を率いて南下し、安子登場に戻った。そして六月一日、今まで態度を明確にしていなかった江川城政国が、ついに亀丸を正宗の人質に差し出して、強順したのである。この時、足名軍は、 佐竹や二階堂ら諸氏の軍が合流して二万近くに増大して小倉城まで進出していた。ところが聖国が離反したことで正宗は直接黒川城に迫ることが可能になった。しかも正宗は米沢城から原田宗時の別動隊を米沢街道沿いに南下させて黒川城に迫らせた。こうなると足名家は東と北の両方面から敵に迫られることになる。 足名ナ軍はやむなく、黒川城に撤退した。正宗は6月3日の飛没後、重心の反対を押し切って、宇宙の夜間航軍を強行し、6月4日の午後に、稲わしろ城に入城した。また別動隊を率いる原田宗時も、足名方の菅原城に進軍を阻まれることになった。6月5日、足名ナ軍は、稲わしろ城から西におよそ2里の地にある。 高森山に本人を置いて、伊達軍を待ち構え、挑発のため、稲わしろ湖畔の民家に放火した。これに応じて、正宗も稲わしろ城から出撃し、稲わしろ国を先方にして、足名軍に攻めかかった。この時、伊達軍は二万三千人、対する足名軍は別動隊を警戒して、黒川城に留守を残したため、一万八千人と、伊達軍がやや有利であった。 両軍ともに陣形は魚林であったと伝わる。すり上原は緩やかな丘陵地帯であるが、海戦当初は強風が西から東にかけて吹いていた。そのため砂人が舞い上がり、東に陣取るだ手兵はまともに目を開けていられない状態となる。そこに足名軍の先方である稲わ城ろ森継が攻めかかった。因縁ある稲わ城親子は、 同族間で激突することとなった。足名軍は、実質指揮を取るのは大縄吉達ら佐竹氏から、付属された家臣であり、第一人は、森種、第二人は、金上森春と佐世し根、常尾松本玄兵衛ら、第三人は、富田氏民と佐竹の援軍、第四人は、岩木、二階堂、石川、富田高砂らであった。これに対し、 伊達軍は、第一陣は、聖国、第二陣は、伊達常実と、片倉影綱、第三陣は、片平地勝綱、後藤信康、石本影より、第四陣は、八代影より、白石宗真、浜田影高、尾庭綱本らであった。当初は風向き、そして、森種や森春らの活躍で、足名軍が、圧倒的に有利だった。ところが 第三陣の富田隊を含め、松本、平田ら重心衆や援軍による小詰所隊は動かずに防寒を決め込み、さらに風向きが東から西に変わったことを機に、主勢に回っていた伊達軍が一斉に攻勢に出た。津田影康が鉄砲隊を率いて、足名軍の真横から狙撃したため、足名軍の足並みが大いに乱れた。しかも防寒を決め込んでいた富田市民が、 伊達軍と戦わずに西に向かって、独断で撤退を開始した。もともと、足名軍は、諸子連合の寄せ集めであり、劣勢になれば、自軍の被害を惜しんですぐに撤退する。それは、千年の人鳥橋、氷山らの合戦でも、実証済みである。また、これら傍観、撤退組は、佐竹出身の足名義弘の養子入り投手相続の、際。 ただ、手からの養子を迎える意見を持った、対立派閥であった。ゆえにそれ以降、足の谷中では、吉弘養立派閥や佐竹氏から送り込まれた、家臣団により礼遇されていた諸子である。富田隊の撤退に続いて、二階堂隊、石川隊も撤退し始めた。こうなると、吉弘も撤退せざるを得ず、足名軍は、総崩れとなった。ところで、 すり上原から黒川に逃れるには、橋側を渡るしか道はない。吉弘は何とか渡れたが、富田氏実は自軍が渡り終えると橋を落とした。そのため、逃げようとする足名軍は逃げ道がなくなった。この時の伊達軍と足名軍の激闘の様子は、大英慶軍記では。合図日橋側に行き詰まり、とても死する命をと踏みとどまり、 適得見て、刺し符もあれば、日橋側に落ちて大石岩角に馬を馳せあて、自滅するもあり。負舎は川へ飛び入り、逆浪に打ち倒され、流れ死するもあり。伊達勢も川の中まで、追入り、打ちつ、打たれつ、突きつ、疲れず、多く沸かし、川中に手の軍なれば、ただ、凡人の豪とも見えず。ここにして、合図勢千八百余人打ちるれば、伊達勢も五百余人打ちれたり。 とある。ただし、日橋側の橋を落としたのは、伊達軍の工作隊によるものという説もある。足掛けはこのすり上原合戦で事実上壊滅した。金上森春、佐世し常、ね、常尾らは戦死し、日橋側で敵死した者は千八百余、伊達軍に打ち取られた兵は三千五百八十四という、未曾有の数となった。このため、逃亡兵も、相次ぎ、守備兵力を確保できず、 6月10日の夜に吉弘は、やむなく、黒川城を捨てて、日立の父のもとに逃走した。これにより、戦国大名としての足なけは滅亡した。伊達正宗は6月6日に、塩川にいたり、6月7日には、菅原城を落とした、原田宗時の別蔵隊と合流して、周辺を制圧した。そして6月11日に、黒川城に入城した。こうなると、 足賀家の旧臣ら、いわゆる富田氏、長沼森秀、伊藤森恒、松本玄兵衛、横沢彦三郎、慶徳前五郎らは正宗に強順を誓った。こうして、合図の大半は正宗の支配下に入り、正宗は欧州の覇者となった。ただし、足賀家の旧神すべてが振ったわけではない。奥合図の中丸上主、山内氏勝や久川上主、河原が森津はなおも、 抵抗、さらに、石川、二階堂など、親、足名家の豪族はなおも、伊達家に抵抗し、すべてが平定されるのは年末までかかることになる、塚川城の戦い。しかし、この、正宗の行動は、天正十五年、1587年に、豊臣秀吉が発令した、総武事例を無視する行動であった。このため、天正十八年、1590年の、 小田原ら伐で政宗は秀吉に、旧、ゅ名あなど、すり、上原の理で得た所領を募集された。洋曲ボードゲーム、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。